あ、やべ。はい、こんばんは。こんばんは。はい、りょうちくんがね、最近の動画にしてませんが、はい、アリュドゥイーノ。今日ね、アキーズキ行ってきたんですよ。はい、秋葉原で。大量に買ってきました。なんかいろいろどさり買ってきまして。この中で一番高かったのが、サーボモーター。サーボモーター。はい、サーボモーターと言いますと、私あの職場でもこうおなじみロボットに組み込まれてる、はい、あれですよね。あれです。それを買ってきました。でこれがズンズンズンといってアリュデュイーノにつながりました。はい、そしてあのプログラム組んでます。こんな感じですごい簡単ね。よくわかるの。簡単なのこれ。超簡単。はい、そしてこれを実行すると、はい、どうなりますか。はい、お願いします。はい、どうじゃね。あ、書き込んでるね。チキチキチキって届くのかな。おきた。おおおおおおロボットじゃん、これ。だね。だよね。うん、あのロボコンとかでロボット動くのって結局こういうことだよね。はい、じゃあちょっと早くしてみます。うん、早くて帰られるの。でもどこ帰る、どこ帰るの、これ。あ、やべ、反応しないやこれじゃ。面白すぎる。はい、角度とか、うん、時間とか全部調整できるんで。これアリュードゥイーノで、時計とか作れるってこと。要はモーターが違う。これね、180度のあれしか回らないんで。あ、なるほどね。そう、ぐるぐる回るわけではない。ステッピングモーターってやつが必要になります。はあ。うちくのこの知識があったら CRM 直したのかもしれないね。いやでもコンピューターは言ってくれないよ。いやでもそういうことでしょ。あれ、回転数がいくつになったら、まあね、この角度に動かすっていう。はい、はあ、すげえ。はい、すげえ。父ちゃんも分かんないから本当にすげえと思う。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。